まるでおとぎの話、終わり迎えた証、長すぎる旅路から切り出した一節。それはかつてこの地に影を落とした悪を討ち取るし、勇者との短い旅の記憶。まるでおとぎの話、終わり迎えた証、長すぎる旅路から切り出した一節。それはかつてこの地に影を落とした悪を討ち取るし、勇者との短い旅の記憶。眠りつく穏やかな日常。
まるでおとぎの話、終わり